ハイジ、なんだね、こんな時間に大変な格好をして。おばさんを待ってるの。出ておかい。あら、トマシさん、おはよう。よ、早バイト、今日はなんじゃい。ベルフレ行くの。どこまで？わしはマイエンフェルトだ。あら、じゃあ乗っけててくれる？いいとも。さ、ハイジ、このショールを巻いて、ほら。暑い。さあ我慢するのよ。荷物になるよりマシでしょ。よっしゃ。はい、どうも。そうかい。ハイジはじゃあこれからアルムの山小屋にいるおじいさんと一緒に暮らすってわけかい？かわいそうだけど仕方ないのよ。私だってせっかくいい働き口があっても、この子と一緒じゃ動きが取れないでしょ？ハイジは5歳。一つの時にお父さんもお母さんも亡くなりました。一人ぽっちになったハイジは、その後おばさんのデーテ一人に育てられましたが、しかしほとんどよそへ預けられる寂しい日々を今日まで送ってきたのでした。Thank you.
の？置いてっちゃうわよ。お別れじゃ。どうもありがとう。ハイジ、行くわよ。さよなら、おじさん。達者でな、ハイジ。かわいそうに、あっちへやられたり、こっちへやられたり。ちょっとだからね。ほら、あの村がハイジの生まれたベルフリ村よ。私が生まれたの？村の教会の鐘よ。さあ、行きましょう。じゃないか。おはよう、おじさん。寄っていかんかね。急ぐからまた後でね。あら、テーテじゃない。あら、しばらくラガースの温泉で働いてるって聞いたけど元気？ええ、どうにか。ねえねえ、その子どこの子？あんたの子？まさか、ハイジよ。ハイジ？ほら、あたしの姉さんアーデルハイドの子供よ。まあ、デーテ。あら。どこへ？その子がアデルハイドの子のハイジだってさ。まあ、この子が。あら、かわいくなったわね。今日は、お墓参り？アルモンジのところへこの子を連れて行くのよ。アルモンジ？ねえねえ、なんでまたアルモンジのところへなんか？私、フランクフルトへ働きに行くのよ。だから、この子を引き取ってもらうつもりなの。ちょっと、あんた、ねえ、びっくりさせないでよ。デーテ、それ本当なのか？ええ。ねえ、あんた、冗談も休み休み言いなさいよ。よりによってあんな恩師のところへなんか、ねえ。そうよ。顔中もじゃもじゃのひげだらけで偏屈なじじい。本当よ。あ、デーテ、先を急ぐの。帰りにまた寄るわ。あんな可愛い子。デーテは正気なのかしらね。そりゃ無茶だよ。どうして？アルモンジはこの子のおじいさんよ。そりゃさ、あの人が普通の人ならね。だいたい教会にも姿は見せんし、冬になっても山を降りては来んしな。ともかく隙見悪いさね。村の女子供はもし一本道でおんじと出ようもんならおったまげて逃げ出しちまうよ。Thank you.
まあ、なんて子でしょう。あらあら、まあ鼻だか汗だかわかんないわ、その顔。さあ、こっちを向いて。出て、出てじゃない。そりゃかわいそうだよ、ハイジの身にもなってやらなくちゃ。それにどうせ追い返されるに決まってるよ。違うよ。でもね、デーテ、あんたあの恩人がどんな人だったか知ってるだろ。昔のことは昔のことよ。あら、ハイジは？あ、ほら、あそこよ。ヤイン会のペーターがお守りしててくれるから心配はないよ。ハイジならお守りはいらないわ。恩人とだってなんとかやっていけるわよ。でもね、相手がアルモ恩人じゃそれでは済まされないね。大きい声じゃ言えないけど、若い頃人殺しをしたって言うじゃないか。眠るときなぜ、ちらっと見ているの。
僕はペーターだ。山の上に行くのよ。山の上？おじいちゃんのとこよ。アルムオンジのところかい？オンジ？村の人たちはみんなそう呼ぶんだ。変な呼び方。笑ってて怖くないのか？どうして？どうしてって…まあいいや。ねえ、このヤギどうするの？山の上連れていくのさ。何しに？おいしい草を食べさすのさ。ほら、僕んちのヤギだ。じゃあ、あれがペーターの家？そうさ。遅くなったな。恩人に怒られるぞ。行こう。ペーターは11歳。亡くなったお父さんもヤギ飼いでした。夏の間ペーターは毎日よそのヤギを預かって一人で世話をしているのです。じゃあ私はここで。くどいようだけど考え直した方がいいよ今の話。それじゃあね。ハイジ、どうしたのその格好は。なんてバカなこと。早く取ってらっしゃい。もういらないの。暑いんだもん。何を言うの。ああそうだわ。ペーター、あんた取ってきてくれるわね。僕、遅くなっちゃうよ。ほらね、これをあげるわ。え、くれるの。ええ、そうよ。取ってきてくれたらね。行ってくる。私も行く。あんたはいいの。はい。まあ早かったこと。おじいさん、こんにちは。こんにちは、おじいさん。おお、これはまたどういうわけだな。こんにちは、おじさん。この子があなたの孫のハイジです。わからないでしょうね。この子が赤ん坊の時、見たっきりですものね。おい、ペーター、今朝は遅いぞ。ぐずぐずせんと早くヤギを連れていかんか。わしのヤギもだぞ。私も。ハイジ、あんた行っちゃダメよ。で、この子をこんなところへ連れてきてどうするつもりだな。おじさんのところに置いていただきたいの。ほう。おじさん、私はこの4年間ずっとハイジの面倒を見てきました。今度はおじさんの番だわ。なるほど。だがな、そんなことをしてこの子がお前の後を追って泣き始めたら、わしはどうすればいいんだ。こんな小さな子。それはおじさんが考えてくださいな。勝手な言い分だ。勝手ですって？なら言わせていただきます。この子がまだ赤ん坊で、私は自分のためにもお母さんのためにもすることが山ほどあったとき、この子をどうしたらいいか、それを誰も教えてくれた人はなかったわ。
私はこれから働きに行かなければならないし、この子の一番の身内といえばおじさんでしょ。ハイジはあなたの息子さんの子供なのよ。もし引き受けるのが嫌ならどうとでもしたらいいわ。どうなったっておじさんのせいなんだし、だからってそれを気に病むようなおじさんでもないでしょうからね。帰れ。よくわかった。お前はさっさと山を降りろ。いいな、もう二度とここへは顔を見せるな。じゃあハイジ、わかったわね。これからはここにいるのよ。元気でね。さよなら、おばさん。さて、これからどうするつもりだな。おじいさんはとても気難しい人のようでした。このアルムの山小屋におじいさんと二人っきり、ハイジはこれから一体どうなるのでしょうか。おばさんと別れて山に残ったハイジは、見るもの聞くものがすべて目新しいので心がウキウキと弾んでくるのでした。でも気難し屋のおじいさんはデーテおばさんが山を降りてからも相変わらず不機嫌でした。ハイジはそんなことにはお構いなく、一人で干し草のベッドを作ったり、セーターや小ヤギの雪と外を走り回ったりしてはしゃいでいます。来週はおじいさんの山小屋、お楽しみにね。